なたには人の血が流れていないのですか。俺は忍びだ。リーン・フジオカ。忍者禁止令が出された時代、私が老中の側室となれば藩は救われるのです。本当にその覚悟あるのか。姫を江戸に送る匿名を受けた男、行く手を阻むのはあれがもののけだ。江戸に着かなければいいのに。覚悟とは暗闇の中に光を見出すことだ。忍者ザ・モンスター。